目から見る言語理解ということで、視線計測による分離解の測定についてお話しします。私は2021年3月31日で名古屋大学を退職します。しかし、研究という楽しい活動をやめることはとてもできません。引き続き研究を行っていきます。そこで皆さんと共に研究を続けるために、今回は言語研究に使われるようになってきた最新の視線計測の研究について紹介します。視線計測というと、よく見られるのは車の運転などです。車を運転しているときにドライバーがどこを見ているかということなどで、測定をすることが多いです。しかし、文字の測定、言語の測定というのは、ドライバーがどこを見ているかというような測定よりも非常に厳密な測定が必要となってきます。これまではなかなか視線計測を言語理解に使うことができなかったんですが、最近は視線計測装置が良くなってきておりますので、言語理解にも使うことができるようになってきました。まずは視線計測の背景知識からお話ししたいと思います。国境の長いトンネルを抜けると、川端康成の雪国の冒頭部分ですが、これを読む場合はですね、国境長いトンネル抜けるというふうに、こう視線が止まっていきます。これを停留と呼びます。この停留の間にテキストの内容を理解していくわけです。そしてまた、この停留と停留の間をポンポンと視線が飛んでいきます。これを跳躍と呼んでいます。国境の長いトンネルを抜けると、こういうふうに呼んでいきますが、停留というのは視線が止まった状態です。視線が停留している間に視線、視覚情報を得て、それを脳に送り、文字を視覚することができます。だいたい英語のテキストで、黙読で平均225ミリから250ミリ秒、音読で275ミリから320ミリ、25ミリ秒ぐらいかかると言われています。音読の場合は音韻処理が必要になりますので、少しだけ50ミリから70ミリほど長く時間がかかります。もちろん、哲学書などを読んでいますと、停留時間は長くなります。小説とか物語文ですと、停留時間は短くなります。また、熟達した読み手とそうでない読み手では、停留時間が異なってきます。つまり、テキストの特性や個人の読み能力によって、ある程度の幅があるということです。で、国境の長いトンネルを抜けるとという跳躍なんですが、跳躍というのはだいたい30ミリ秒であると言われています。ですから、非常に速い速度で眼球が動くことが分かります。で、跳躍というのはなぜ起こるのかと考えてみますと、例えば意味が分からないなと思った時に読み戻りしないといけません。普通はテキストの書かれた通りに読んでいくんですが、時々読み戻ることがあります。つまり、人間の頭の中でテキストが処理されながら、ちょっと理解できないぞと思った時に、ふっと読み戻らないといけないんです。その跳躍に対する読み戻り信号というのが送られているわけです。こんな感じですね。 さて、人間はの視線というのは、ある語を凝視している場合でも完全に静止しているわけではありません。絶えずわずかに上下左右に動いています。これを眼振と呼びます。例えばこんな感じですね。測定しますと、ポツポツと泡のように停留時間が出てきます。それから、疲れていると、ビューンとこう視線が流れてしまうことがあります。これを漂流と呼んでいます。こういう現象が時々見られます。しかし、眼振とか流氷とか、漂流とかっていうのは雑音です。テキストの読みにおいては必要ではありませんので、こういうものが出てくると全部カットしてしまいます。削除しちゃうわけです。跳躍の長さというのはどれくらいかといいますと、アルファベットで1文字から15文字を超えることは、こともあると。非常に長いものです。しかしながら、それでもだいたい平均で、英語のアルファベットで半角の7から9文字。音読条件になるとちょっと短くなって、6から7文字です。半角ですね、これはあくまで。で、
日本語だと全角になりますので、黙読で4文字、音読で 3.5 文字ぐらいに相当すると思われます。で、語の種類によって停留時間が変わってきます。内容語、内容を示す語は 85% 停留しますが、機能語は 15% ぐらいです。例えば英語で言えば、冠詞のあ、だ、前置詞のオン、フォー、インなどは停留せずに頻繁にスキップされます。I stayed at hotel であると、 stay とホテルには停留します。 85%。 しかし at a などは 15% しか停留しません。これ日本語で考えてみましょう。ホテルに滞在したという場合に、まあ意味の持っているのはホテルと滞在です。ですから何が起きるかというと、ホテルと滞在に 85% 停留しますが、にした助詞とか過去を示すたしたは 15% ぐらいです。しかしながら、にしたを理解していないというわけではないんです。ホテルの領域に停留しているときに、にも一緒に見えるわけです。邸体に停留しているときに、したも同時に見えるわけです。人間、右側に読む場合は、右側に視覚域が少し長くなりますので、にとかしたとが一緒に見ることができるわけです。停留に影響する要因として、視覚的複雑性と使用頻度があります。憂鬱というような画数の多い視覚的に複雑な語には停留時間は長くなる傾向があります。それに対して人工、これは視覚的にシンプルですので、停留時間は短くなります。憂鬱は実は15画と29画で44画という非常に複雑な漢字二字語です。もちろん使用頻度というのも強く影響します。頻繁によく見る語というのは、すぐに頭の中に浮かんできますので、意味がすぐ分かりますので、停留時間も短くなります。ですから、語について言いますと、視覚的複雑性と使用頻度が非常に強く影響するわけです。で、知覚域というのがあります。知覚域というのは、1回の停留でどのくらい見えるかということです。これには個人差がありますけれど、まあ一般にアルファベット言語で3から4文字、これが左側。で、右側は14から15文字見えると言われています。で、これはもちろん個人差がありまして、1分間に330語を読むような速読者の場合ですと、1分間に200語を読む知読者の場合とでは違いがあります。速読者の方が知読者に比べて知覚域が広くなっていきます。つまり個人差が大きいということです。例えばこういう文章を見てみましょう。Culture is the social behavior and norms in the human societies. 文化とは社会行動及び人間社会における規範という、こういう文章ですが、これ英語の場合だと、ソーシャルのところに停留が来るとすれば、その前のザとビヘイビアあたりまで見ることができます。日本語の場合だと、社の漢字に停留すると、と、その前のとは、それから社会行動まで見えるということです。で、中国語の場合がちょっと不思議なんですが、やや知覚域が小さいと言われています。つまり左側には一文字、右側には二文字ぐらいだと言われています。ちょっとこれは不思議なことなんですけれど。で、中国語の視覚野がどうしてこんなに小さいのかというのは、ちょっと疑問に思うところです。日本語の研究で小坂さんという人が研究しているんですが、これかなり昔の1989年から1992年の研究なんですが、どうもアルファベット言語と大体同じだと言われています。それに対して、中国語は左側1文字で右に3文字、これはシャを含んで3文字ですけど、インホフ・アン・リュウという人が実験をしていますが、非常に小さいわけですね。で、よく考えてみると、英語のテキストを中国語に翻訳すると、大体半分ぐらいのスペースで収まるそうです。そう考えれば、これの約2倍の視覚域が英語であるというのも、まあ納得のいくところで、もしかしたら視覚域と言語の文字の情報量というものは相関があるのかもしれません。
これに関しては、まだまだ研究がこれから進められなくてはならないと思います。では、視線計測の技術的な話をしてみましょう。私の研究室では、iLink 1000、これはカナダの、トロントにあります SR リサーチというところが作っている装置です。それからポータブルデュオという、持ち運びの便利な視線計測装置を使っています。これなんですけど、非常に小さなもので、ラップトップにつなげるので、どこにでも持っていくことができます。ポータブルデュオのすごさっていうのは、小型軽量でキャリーバッグに入れて持ち運びができるということですね。キャリーバッグに入れてラップトップと一緒に持ち運んで実験ができるということは、何を意味するかというと、ポータビリティですけれど、例えば中央アメリカのガテマラで話されているマヤ諸言語のカクチケル語、あるいは南太平洋のトンガ王国で話されているトンガ語の研究も視線計測でできるということです。これは画期的なことですね。まだまだこれから始まる、研究が始まると思います。しかもポータブルデュオは、その小さい小型でありながら 2000Hz で測定することができます。これについてはこれからまた説明します、詳しくは。それからもう一つ、顎大について簡単に触れておきます。これは私のところの卒業生で、天津外国大学のハツさんですが、顎大というと、なんか窮屈な感じがするんですけれど、実はですね、実際使ってみますとですね、被験者になってみると、頭を動かさないように課題をしてくださいって言われると、結構大変なんですよ。この頭を動かさないように意識しながら課題をしないといけないので、気になっちゃうわけです。で、そのうち課題に集中すると頭を思わず動かしてしまうので、あ、間違えた、こうっていう感じですね。それはもう視線計測できなくなりますので大変です。そうすると、顎大がある方がですね、実は被験者にとっても楽なんです。頭のことを意識しないで、動かすことを気にしないで、実験に集中できます。それからカリブレーションという、これはごめんなさい、サンプリングレートですね。サンプリングレートなんですが、iLink 1000というのは、1000が示すように 1000Hz です。1000Hz というのは1ミリ秒ごとに測定するということです。1秒は1000ミリ秒ですので、1秒間に1000回の測定があるということです。これはすごい精度です。言語研究にはこの精度が要求されます。それから先ほどのデュオを使いましたけれど、あれも 2000Hz、 つまり 0.5 ミリ秒まで測定可能だとは言われています。で、言語で使う測定単位というのは、基本的には2ミリ秒単位の 500Hz、 あるいは1ミリ秒単位の 1000Hz ぐらい必要だろうと思います。それからもう一つ、目は左右にあるんですけれど、大抵の場合は一方の目の視線だけを測定するようにします。普通の場合、右と左の目が同時に動きますので、どちらか一方を測定しておけば良いということ。もう一つ、カリブレーション、これは補正ですが、時々目の眼球を見ている方向とスクリーンとの位置関係がずれることがあります。それを補正しなくてはなりません。そのための基準が必要です。で、顎大の場合には比較的固定しているので動きがないのでいいんですが、頭部が自由に移動できるモードだと、しょっちゅうカリブレーション、補正をしなくてはありません。そのカリブレーションをするためにはどうするかといいますと、額の中央に黒い白と線のシールを貼るんです。まあ、どういうのかというと、こういうものです。このところに第三の目みたいですけれど、標的ステッカーを貼って、これがカリブレーションの基準になります。そのため、標的ステッカー、ターゲットステッカーと呼ばれています。これを使いますと、かなりデュオでも正確に測定することができます。だいたい iLink 1000、これは固定したものですね。それからポータブルデュオで 500Hz にすると、つまり2ミリ秒ごとに測定すると、両者の誤差はほとんどないと言われています。したがって、私が皆さんに推薦するのは、ポータブルデュオを使う場合には、2ミリ秒単位の 500Hz で測定するのが最適だろうということです。さて、いくつか視線計測の例を紹介したいと思います。語彙レベルの視線計測ですが、
まずいくつかのモデルがあります。研究するにはある処理モデルというのを想定して、それが正しいかどうかを検証していきます。一つは超誤位仮説という言われるものです。これは例えば紡績という単語が二次漢字があるとすると、これがいきなり語彙レベルのとこで理解されるということです。つまり紡とか績とか糸偏とかっていうのはトップダウンで、つまり紡績からダウンしていく形で理解されるという考え方です。これは語彙使用頻度というのが観察されますので納得のいくことです。例えば使用頻度の高い語彙は早く理解される。この現象はなぜかというと、語レベル、つまり漢字一つ一つではなくて、漢字二つ一緒になって語レベルで脳の中に文字、語が記憶されていることを示しています。もう一つの仮説というのは、下位語彙仮説。つまり、紡績というのが入力されると、糸偏とか漢字が理解されて、紡績、そして意味に行くという考え方です。確かに考えてみれば、糸偏の意図が間違ってたときに、私たちはすぐに気がつきますね。それを考えると、下からボトムアップで処理が進んでいくというのももちろん考えられることです。もう一つの考え方は、両方。上から、つまり、下からも糸偏とか漢字とか、そして漢字二字というレベルと同時に、漢字二字がいきなり入ってきて理解されるという両方のインタアクションがあるという考え方です。で、これについては、名古屋大学の三輪浩司さん、まだ30代ですけれど、研究をされています。そして、舌耳の研究をしています。どういう研究かというと、体温計。これは体温プラス計ですね。ですから、右側に舌耳がついているわけです。こういうのを、右枝分かれ語っていうふうに呼んでいます。北半球は北に半球がついていますので、これを左枝分かれ語と呼んでいます。このような語を使って実験をしています。どのように実験するかといいますと、体温計というのをこう文字で出しまして、どこを見てくるかを測定していくわけです。この場合は体温計全体が測定領域となっています。そして体温計とこう読んでいく。これ停留時間ですね。そして最後にちょっとだけ戻って体温計と理解する。という、まあこれは一例ですけど、こういうふうに一つ一つの停留を測定していきます。で、まあこの研究の結果としては、どのモデルも支持できなかったという結果なんですね。で、最初ブレンチングストラクチャーは最初の停留には影響しないけれど、だんだん後になっていくに従って、レフトブレンチングは、このも、あの、眼球運動の動きに非常に適合している。2番目の漢字は積極的に処理されない。あるいは自然に見えているのかもしれないというような結論を出しています。しかしながら、まだまだ研究としては未熟で、今後こういった研究を三輪さんと共にやっていきたいと思っています。次に、動詞句レベルの視線計測です。これは私の卒業、ところの卒業生であるユンさん、私、マースブリッジの共同研究で2016年に発表したものです。中国人が日本語を理解するときには、同形、同義、同品の語彙がたくさんあります。そのため、中国人にとって日本語の漢字を理解するのは有利だと言われています。しかしながら、より詳細に見ていくと、能動と受動の使い方、つまり単位の使用頻度によって処理が少し変わってくるということがよくわかる、ことがあります。実際、中国人の会話を聞いていると、受動態で使ったり、能動態で使ったり、ちょっと変な使い方をすることがあります。で、逮捕するというの、準備するという、この2つの例に考えてみますと、中国語では逮捕は受動態としてよく使われますが、準備は受動態としてほとんど使われません。つまり、検事が逮捕されたという表現は中国語にはあまりないんです。中国語の受動態というのは、介詞と呼ばれる受動表現の別意があります。それを伴って受動態を作ります。で、逮捕の情報をそのまま日本語に転用して容易に理解することができるわけですね。中国語も日本語も同じですから。しかしながら、準備
の場合は中国語では使われませんので米意を伴わないわけです。中国語では非常に不自然な表現ということになります。これをどう研究するかなんですが、まあその前にちょっと中国語の受動態というのはどういうものかといいますと、中国語の受動態は被害や迷惑などを表します。あるいは選択されたり称賛されたりする場合を表すわけで、何らかの影響関係がある場合にのみ受動態が使われます。準備の場合は動作の結果を示しますので、結果保護のらを伴うことが多いんですけど、準備そのものは結果や状態を含意しているので、受動態にすることはないというふうに説明されています。結果的に日中で同じ動詞として使われていても、能動と受動の態の使用頻度に大きな違いがあるということです。これが日本語の理解に強く影響するかどうか、それを検証してみたいと思います。例えば、人間の頭には連磨と言われる、これは統合情報記憶というのがあります。メンタルレキシコンというのは語彙記憶ですが、その語彙に接続する形で連磨という統合情報記憶があります。で、L1 の中国語、L2 の日本語の連磨を考えたときに、準備の場合には受動態は使われないので、これが使うぞ、こういうふうに使うぞという情報があまり大きく、つまり記憶大きく明記されてないわけですね、脳の中に。ですから、これがどう影響するかというのを比べる。そのためには、統制群として逮捕する、実験群として準備する、この2つを直接比較するという形を取るのが、実験計画になっています。で、実際に測定するのは、領域は、この逮捕されるの領域だけです。で、ここで重要になるのは、初回停留時間と再読時間です。初回停留時間というのは、一番最初に逮捕されるなどの述部、あるいは動詞句の領域に一番最初に停留した時間です。再読時間というのは、一回この動詞句の領域を出て、また入ってきてから読み直した時間です。で、こういう課題は非常に簡単なので、正答率は高く統制しておいて、処理時間のみを分析します。そのため、視線の停留時間のみを分析の対象とします。グラフにするとこうなるんですが、結果としてはきれいな結果になっているんですが、もう少しわかりやすく説明します。初回停留時間を見てみましょう。実験群はどうなっているかというと、受動態マイナス能動態で146ミリ秒の差があります。それに対して統制群は受動態と能動態で19ミリ秒の差がしかありません。つまり実験群と統制群で117ミリ秒の差があるわけです。だいたい200ミリ秒あると語彙一つ理解できるぐらいの速さなので、117ミリ秒というのは結構長い時間です。そして再読時間、一旦逮捕するとかされる、その領域を出て、もう一回入ってきてから読み直した時間を見てみますと、実験群は219ミリ秒の差が受動態マイナス能動態であります。それに対して統制群は受動態マイナス能動態は3ミリ秒しかないんです。つまり統制群の場合にはほとんど読み直しがないということです。で、この再読時間の差というのは216ミリ秒ですが、かなり大きいということがわかります。この2つの停留時間の差から何が言えるかと言いますと、中国人日本語学習者は最初に中国語と同じように能動態で使われる動詞に関しては初回停留時間でほとんど終わってしまうんですけれど、そうではなくて準備されるのように中国語では使われない場合には、まず最初に準備されるを見たときにちょっと変だぞって思う時間があるはずです。それが117ミリ秒程度あるわけですね。その後一旦主語と目的語を読み直して、再び準備されるに入ってきて読み直す時間が216ミリ秒。つまり単語一つ理解するぐらいの時間があるわけです。あれ中国語と違うなというふうに思いながら処理時間する時間が216ミリ秒程度、かなり長いですよね。ぐらいあるということがこれによって証明されました。視線計測の実験というのはオンラインで
どのような処理が行われているかを実際に測定できるので、非常に有効な測定手段だと思います。これからの研究に大いに使われていくべき測定方法だと思います。では最後に分レベルの視線計測についての話をしたいと思います。日本語には賢治を直子が見つめたのように、かき混ぜ語順の文というのがあります。賢治が直子が賢治を見つめたではなくて、賢治を直子が見つめたというように、を書くといいますか、を目的語を先に言うこともできます。このような文の実験というのは結構難しいんです。それはなぜかというと、賢治、直子、見つめたというのをできるだけ同じにしないといけない。賢治が直子を見つめたのかき混ぜ語順というのは、本当は直子を賢治が見つめたなんですけれど、見ているものを全く同じにするために、賢治が賢治をというふうに清順語順とかき混ぜ語順とで同じにします。領域にも直子を直子がとします。第三領域は全く同じなわけです。つまり視線計測における最小対の文を作るわけです。ですから、こういう文が作れないと完璧な比較というのはできません。したがって視線計測の実験というのは実は結構限られてきます。で、これで測定した結果は次の図のようになります。まず最初に進行過程時間というの、これはまず賢治を直子がと読み続ける時間ですが、これは清順語順から引くと優位に長くなります。非常に、を、がの語順は、が、をの語順よりも時間がかかるということです。それより面白いのは、見つめたという動詞を見てからの逆入頻度、これが非常に多いということです。そしてどこを見るかというと、直子がという主語を見ます。それを再読時間が非常に長いということです。つまり、かき混ぜ語順の文を読むのには非常に長い時間を要するということが分かります。もう一つ面白いことが分かったのは、これは説教会の設定という言い方をするんですが、賢治が正人が直子をというふうに画角が2つ並んだ時には、自動的に日本人は説教会、ここから説になってますよという設定をするという先行研究があります。それに対してかき混ぜ語順の場合は、賢治が正人を、これ清順語順です。が、をなんです。その後に直子がときますので、かき混ぜ語順の方がすんなりと読めるはずです。ところが実際には清順語順もかき混ぜ語順も差がないことが分かりました。したがって画角名詞が2つ連続したとしても、説教会設定処理というのはそんなに重い処理ではないということが視線計測の実験で明らかになりました。というふうに、語レベル、句レベル、文レベルの研究を紹介しました。このように視線計測を使った研究というのは、いろんな言語のレベルに使うことができます。さて、視線計測を使った今後の研究、私自身の研究についてちょっとだけ述べさせていただきます。例えば、食べたという動詞が来るとすると、他動詞だ。そうであれば、動作種弟が、その内容は何かというと、ラーメンを、過去形、すでに食べ終わっているということまで全部分かってしまいます。つまり、食べたと聞いただけで、誰が何を、しかも完了したということまで分かるわけです。こういうのを動詞駆動型処理と言われています。動詞が文の最も重要な部分を占めるんだという考え方です。しかし、これは大変なことです。日本語においては、日本語の清順語順はどうなっているかというと、主語が来て、目的語が来て、動詞が来るわけです。つまり SOV 語順で動詞が最後に来るんです。例えば、弟がコーヒーを飲んだという文があるとすると、弟がコーヒーをまで見たのではまだ分かんないんです。コーヒーを作った、コーヒーを入れた、コーヒーをこぼした、分からないですね。でも飲んだという動詞を見て初めて文が理解できます。姉がカレーを食べた、分かんないですよね。作ったと見て初めて分かるわけです。じゃあ、日本語というのは理解が難しい最悪の言語なんでしょうか。
さて、もし世界に動詞から始まる言語があったらどうなるんでしょう。これってすごいですよね。あるんですよ。これはトンガにあります。南太平洋の島です。トンガは独特の文化を持っていますが、ここにあるんです。私たちはエスカ圏、これは奥レベルの科研なんですが、これを使ってこのような少数言語を研究しています。東北大学の小泉先生と私がトンガへ行って研究しています。トンガは王国です。王様がいて169の島があって、そのうちの36島が無人です。人口は約10万人です。そのうちの 70%、 7000人がトンガタプという島に住んでいます。動詞から始まる言語はどのように理解されるんでしょうね。で、実はですね、動詞から始まる言語っていうのは結構あるんですよ。中央アメリカから南アメリカに広がる多くのインカ語族、それからトンガ語などの南太平洋の言語の多くは動詞が文の始めに来るんです。話している人口は非常に少ないんですが、実は言語の種類としては結構な数になるんです。文の始めに動詞が来ますから、主語や目的語の特性ばかりじゃなくて、時制の情報まで文頭で示されることになります。例えばトンガ語の文で次のような文があります。これは食べた女性が魚をという語順になります。食べた、苗買い、苗というのが実は過去形で日本語の田にあたります。買いが食べるです。エッヘ・ペフィネというのが女性がということで、エが日本語のがの主格になって、ヘが英語の定冠詞のザになります。ペフィネが女性です。アエイカ、これがアのところが日本語のを格になって、エが英語のザになります。冠詞です。イカが魚です。日本語でイカと違いますけれど、実は食べたは貝でしょ、魚はイカですよね。結構日本語と似てるんですね。モーラ言語です。つまり白言語といって、シーンとボイントが組み合わされて一つの音になる。そして一つ一つの白、日本語で言えばカナですね。カナレベルで発音されるという言語なんです。しかしながらトンガ語はアルファベット表記されています。食べたというのが一番最初に来ますから、動詞駆動型処理が非常によく起動する言語であると思われます。じゃあ、そうなるとトンガ語というのはヨーロッパ言語よりもさらに動詞駆動型処理が効率的に機能する言語だと言えるのではないかと思われます。じゃあ、トンガ語というのは究極の進化を遂げた言語なんでしょうか。だって最初に動詞が来て文の全ての情報が現れるんだったら、これほどすごい言語はないということになります。私たちはトンガ語の研究を現在進めています。まだまだ始まったところです。残念ながらコロナ禍でトンガ語に行けませんので、ここ1年は研究が進んでおりません。しかし小泉先生、宮崎大学の張先生、私がトンガ語の研究を続けております。研究はまだまだこれからいろいろとな研究が続いていきます。まだまだこれから私は研究を続けていきたいと思っています。どうもありがとうございました。